カブラジオの時間です。こんにちは、中村ラジオの時間です。本日もよろしくお願いいたします。ということで今日もやってまいりましょう。本日はですね、5月の9日木曜日の今午後の9時になります。もういつもとは全然違う時間帯に今日は収録しておりますが、なかなかね、もう死亡説が流れるぐらい最近は、何もこう発信できてない状態でした。先週分の収録飛ばしてますよね、僕多分。ちょっと定かじゃないんですけど、多分ね、一周飛んじゃってるんじゃないかと思います。もうね、やる気スイッチがねやる気、単純に時間がどうとか忙しいとかでそういうことじゃなくて、やる気スイッチが入ってなかったって感じですね。ただもうギリギリのこう低空飛行でもやっぱやるべきことはあるので、もうその残ったリソースを、全部こう営業活動と日々のね、こう散髪業と、まあ、やっぱ中村商店はですね、この次の月曜日に、東京のビッグサイトであるバーバレラジャパン、製品の提供をさせてもらうことになっておりまして、このケープの生産またね、めちゃくちゃ難航していたので、もう冷や汗かきながらですね、そちらの、まあ、僕が縫ってるわけじゃないので、もうすべてはゴールデンウィーク前後に工場の方々にこう頭下げながら、なんとか生産をですね、もうお願いしてた次第で、まあでもね、やっぱね、まあ、うまくいったところともあれば、もう完全にこうね、こう反省点というかね、こう全ての工程においてもっと緻密に管理していかなきゃまずいなっていうことが多々起きましてですね、なかなか参ったなというところです。中村商店の方はですね、モデル19の方を無事に、生産までこぎつけることができて、まあ、今生産発注待ちなんですけど、まあ、この生産に当たってですね、まあ、このラジオを聞いてくださっている方々はもうご存知の方もいると思うんですけど、まあ、結局目標にしてた数量までは到達しなかったので、かなり、僕自身の持ち出し分、こう生産原価ですね、支払いの部分で持ち出し分が発生していたんですよね。でそのためまた新たにですね、今回1000万ほどこう融資の申し込みをして、で、まあ、無事採択がされましたよという連絡が今日届いたので、まあ、これによってですね、なんとかその支払い分はカバーできるかなというところです。もう散髪屋単体で考えると1000万の借金をして物を作るなんていうことはね、起こりえないことなんですけど、やっぱりね、こう製品を作るということになると、もうかなりね、こう先行投資というか前倒しでやっぱ商品に対してですね、こう支払いが発生したりして、なかなか僕のこう財務管理能力、財務の知識だけではね、カバーできてないところが結構あるので、今後はこのあたりもうちょっと勉強しないとなと思っていたりするとですね、もう結構憂鬱で、だんだんね、新しいことにチャレンジするのが怖くなるし、億劫になってですね、まあそういうのもあってラジオ一周飛ばしてしまいました。まあ謝りはしないですけどね、別に申し訳ないと思ってるわけじゃないんですけど、まあそれでも楽しみに聞いてくださっている方もいると思うので、やっぱり申し訳ありません。もうね、これはまだまだね、ハート弱いっすね、僕まだね、結構ちっちゃいっす。もうね、商売をがっつりやってる人からすると、1000万なんかね、もう大したことねえぞっつってね、言われるでしょうけど、まあ、総額で言ってももう年商、うちの年商と近いぐらい、もうね、債務超過にこうなりかけてるぐらいまでね、こう僕の借り入れは今どんどん増えてってる状態で、ただまあ前々から言ってる通り、成長過程の企業とかね、成長過程の商売事業っていうのは、まあ、どうしてもね、そういう持ち出しが先に発生するので、もうこれに関しては仕方がないというか、このリスクを取らずして次のこう
次のなんていうんだフェーズにはね、こう到達できないっていうふうに自分にこう言い聞かせながらですね、もうどんどんリスクを負っていこうかなと。で、まあその借金の話ばっかりでね、冒頭から申し訳ないなって思うんですけど、まあ、この辺のリアルな話ね、あんまり人から聞くことないと思うんで、もうね、借金の話今日はね、ちょっと中心にやっていきたいなと思ってるんですけど、まあ、この他にですね、やっぱりその生産原価だけカバーしただけでは、どうしても現金が、キャッシュのね、持ち出しがこう、持ち出しじゃないわ、キャッシュの、キャッシュアウトっていうのは何だろうな、まあ、支払いとか、あとはまあ自分たちの生活費とかですよね、まあ、この辺のキャッシュがやっぱ枯渇して足りなくなってしまうので、まあ、今年と来年の頭ぐらいまでのやっぱ自分の生活費なんかも含めて考えるとですね、もう少し借り入れを増やしていかないと、多分ね、年内持たないんですよね、キャッシュがこう持たないんですよ。で、まあ、当然ね、物が想定している以上に売れてっちゃえば、そこら辺は、まあ、なんとか足しにはなってくるだろうと思うんですけど、まあ、そんな世の中甘くなくてですね、売り上げなんて本当にね、後からついてくるもんじゃないですか。もうこれ何やっててもそうなんですけど、1年や2年じゃね、びくともしないことの方が多いですよね。まあ、なんかこう、一発当てたとかね、こう、なんだろうな、宝くじみたいに商売行っちゃったとしたら、まあ、その時にドンと売れたりすることがあればですね、まあ、収入がゴンと増えることもあるんでしょうけど、まあ、なかなか僕の周りではですね、まあ、そういうことは起きたこともないし、まあ、そういうことに期待してても仕方ないので、もうコツコツやるべきことをやりながら、こうね、じわ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 業績を伸ばしていくしかないなと思っているわけですよ。まあ、そんなことでですね、まだまだね、今年は年内、もう250万2本ぐらい、500万ぐらいですね、新たにこう追加で融資を受けて行こうかなと、まあ、今のところ今年はこう想定してるんですけど、もうやっぱね、こうなってくると借入金の返済とかも毎月なかなかの額になってきて、まあ、人一人雇うのなんて余裕でできちゃうぐらいね、こう毎月の返済がこうありますし、もう加えてね、なんだろうな、今自分の中にこうあるこう不安との向き合い方みたいなのをね、改めて感じてますよね。まあ、こうじゃないとね、やる気出ないんですよね。こういうリスクを取らないとやる気出てこないっていうのね、もうこれ良くないような、破滅に向かってるような気もするんですけどね、ずっとリスクをね、取り続けなきゃいけないというか、崖っぷちをずっと歩いてる方がなんか元気になるみたいなね、変なことになってきてて。まあ、しょうがないですよね。そういう性格なんですよね。安定してきたりとか、まあ、ちょっと生活が以前より楽になってきたなとかってね、感じると、途端に何もしなくなっちゃうんですよ。もうこのままでいいや、みたいなね、ことが、起きやすくてですね、僕の場合は、まあ、そういうところがあるので、まあ、あえてね、こう、リスクを取りながら、今後もやっていけたらいいんじゃないかなと 思ってます。いや、元気なのは元気なんですけどね。別に体がしんどい、まあ、しんどくないわけじゃないんですけど、まあ、人並みかなというね、年相応にしんどいし、まあ、不安も大きいし、将来に対してのね、こう、見通しのあったりなかったりみたいなところもね、当然、まあ、人並みにはあるんですけど、もうちょっとね、勉強する時間作んなきゃいけないです。っていうか、本当時間なんですよね。で、時間も無駄にあってもしょうがなくて、こう自分の中でこうちゃんとメリハリが効いてるというか、やるべきことをやる、で、余す時間を余す、で、まあ、家族に割り当てるとかね、まあ、その分配の仕方とか、そういうのもね、もっと上手くならなきゃいけないし、今日なんか木曜日はまあ事務作業を中心に朝からずっと今日は動き回ってたのと、あと今日僕散髪をしてもらうのに、ワンダーさんっていうね、南区の方にある笠原さんっていう方にね、今日切っていただいたんですけど、まあ、途中散髪に行って、笠原さんのところでライブ配信をね、インスタグラムで1時間ぐらい、まあ、一緒にこう収録してもらってですね、まあ、僕のアカウントじゃなくて笠原さんの方のインスタライブでね、僕も出させてもらって散髪しながら喋ってたんですけど、まあ、そういうね、時間
いいんですよね。意図的にちゃんとね、計画、すごい綿密な計画が必要というわけじゃないんですけど、もっと自由な時間を作って、積極的にこう重要な人たちと会いたいし、あともっと言うと自分の時間をもっともっと取りたい。で、僕あんまり趣味らしい趣味とかは実はなくて、いろいろやってるように思われることもあるんですけど、基本僕仕事じゃないことってあんまりやる気ないんですよね。趣味だけとかね、遊ぶだけっていうのにあんまり興味なくて、なんかむしろその時間不安になるんですよ。こんなことしててもいいのかなとかっていうね、不安に駆られたりして、あんまり仕事以外のことに積極的に興味を持ったりしないんですけど、ただ変なスイッチ入るとゲームとか、なんだろうな、車であんまり熱を上げるってことはないけど、まあでもゲームですね、主にゲームとかにね、急にスイッチ入って夜通しそれをやってしまったりするようなとこはあるんですけど、あれはね、もう脳みそを溶かしてるというか、ゲームから学ぶことがないわけじゃないけど、あ、すげえ効率は悪いですね。あれは本当にゲームは人をダメにするなっていうのを感じてます。人をダメにするっていうか、僕をダメにするだな。まあ人によりけりでしょうから、そういうのは。あれはね、僕をダメにしますね。でもなんかそのゲームしてる時って無我夢中でやってるんで、ストレスの発散としてはめちゃくちゃ良くて、こうありとあらゆることをシャットダウンして、もうゲームに没頭できるんですけど、ふとゲームをやめた後にこう寄り戻してくるというか、何も考えてなかった時間が発生したことで、なんかね、継続的なことが何にも進まなくなるんですよね。ちゃんと毎日毎日考え続けなきゃいけないようなこととか、もうそれすらもう忘れちゃってるというか、振り出しに戻ったりとかしてね、あんまり良くないなと、僕に合ってないなっていうのをね、つくづく感じます。切り替えって難しいですね。僕、自分がこう集中力があるんだかないんだかよく分かんないですよね。集中力あんのかな。まあ結構基本的には散漫で忘れ物も多いし、あんま集中力ある方じゃないと自分では自覚してるんですけど、ふと振り返ってみると割とこう淡々とやってるようなこともあったりして、こう自分の性格をなんかこうね、客観的に認知するの、そんな簡単じゃないっぽいですね。どうですか皆さん、こう何もかもパーフェクトな人ってあんまりいないわけじゃないですか。基本的には何か一長一短人間にはあって然るべきだと思うんですけど、人から見た時に、まあすごいこうゼロを基準に考えるとすげえマイナスな感じの人もいれば、まあプラスの人もいて、何の話したいんだろうな、あんま見えてこないんで、なんかちょっと落としどころがよくわかんないんですけど、だ僕の通ってた専門学校の、もう急に話変わってるっぽいんですけど、庄司先生じゃねえわ、理事長なんだっけな、名前忘れちゃったな、なんかね、おばあちゃん、もう亡くなっちゃってるはずなんですけど、まあ、その当時僕が通ってた20年ぐらい前の専門学校、国際文化利用美容専門学校ってとこ行ってたんですけど、そこの理事長が1.1倍の努力を続けなさいみたいなことを言ってたんですよ。当時学生の時はまああんまりその言葉自身に響いてなくて、まあ、ピンときてなくて、まあ、ちょっと頑張れよみたいな話なのかなぐらいにしか、まあ、思ってなかったんですけど、これね、実際この年になってみて1.1倍の努力を継続するってめっちゃ難しいなと。なんせ10%アップじゃないですか。10%のこうトリムをね、ずっと維持しながら上昇するってね、そんなたやすいことじゃ、割とハードワークなんですよね。だから僕ね、まあその理事長に申し訳ないんですけど、1.01でも1%、1%だけね、微妙に成長していくっていうのをね、目標にやっています。10%アップはね、ちょっとね、やっぱなかなかしんどいっすよ。維持できないっすもん。10%の角度って首痛くなっちゃう。
1% ぐらいだったらね、ちょっとこう顎クッと上げとけばね、なんとかなるし、まあ、努力量でいうと 1%、 昨日より 1% だけこう出力高めていこうみたいなね、角度もちょっと上に 1% だけとかね、1度ぐらいですよね、なかなかできない。それすらもね、だから下向いちゃうこともあるし、で人間なんて浮き沈みあるわけじゃないですか。でもね、僕浮き沈みがある自分があんま好きじゃないとこもあって、だからなるべくね10割の力出し切りたくないんですよね、普段から。6ぐらい、うん、希望は4、うん、3割4割ぐらいで、多分こうね巡航速度というか、いつも通り平準運転が継続できる力の配分としては3割4割ぐらいで、ちょっと頑張ってる自分で6ぐらいで、まあそうなるとですね、僕の 1.01 のこう努力量っていうと 1% トリムっていうと、まあ、5割前後かなっていうね、自分の力の半分ぐらい出してて、それが結果として 1% のこう成長につながっていれば、まあ、おんの字かなと。そうするとね、頑張りすぎてない分ね、こうダウンもしないんですよね。本当にこれがいいか悪いかよくわかんないんですよ。でも 120% とかね、一瞬だけそんな力使っても残り何日かね 0% になっちゃってたら、まあ、全然意味がないわけで、毎日コツコツ続けることの方が結果としてはね、遠くまでいけるというか、亀ですよね、ウサギと亀の亀で、僕小学生の時に思い出したんですけど、小6の時の卒業文集にですね、まあ、みんなこう自分の自画像、似顔絵を描いて、でまあ、その将来の自分に対して一言書きましょうみたいなね、あの卒業のこう寄せ書きというか、なんか卒業文集のなんかこうね冊子みたいなのを作るっていうんで、小6の時にね、まあ、みんな自画像を描いてたんですけど、僕はですねうさぎのイラストに亀の甲羅を背負わして、で、まあ、将来の自分に対してですね、うさぎの能力、亀の心って書いてね提出して、まあ、めちゃくちゃ怒られて、親まで呼び出されて、めちゃくちゃ怒られて、なんかふざけてるっつってね、卒業なのにふざけてるこいつはっつって怒られて、まあ、親にもねふざけんじゃねえっつってね、こうちゃんとこう規定通りのねことをやりなさいみたいなことで怒られたことがあって、でもね僕そのうさぎの能力、亀の心っていうのはね、今でも僕の中にちゃんと根付いてて、あれ小6とかでね発想してるってなかなかのもんだなと。字が自賛ですからね、自分の小学生の時を褒めてますから字が自賛なんですけど、なかなかのもんだなと僕ね思うんですよ。でなんせ専門の時にも自分のこう下宿してたその部屋にですね、下宿とか言うのかな今の子、まあいいや、まあ、自分の住んでたね初めての一人暮らしした部屋に段ボールかなんかだったか画用紙だったかちょっと定かじゃないですけど、もう同じイラストを自分でまた描き直してそれを飾ってましたし、で就職して、修行時代というかね、20歳ぐらいから22、23ぐらいまでね、僕埼玉県、まあちょっと転々とはしてるんですけど埼玉県にねいて、そこのこうマンションのね、その部屋の中にも自分の部屋にもですね、あの時はね段ボールでしたね、なんか潰した段ボールかなんかを切り取って、こうそこに同じイラスト描いて、うん、うさぎの能力、亀の心って書いてね飾ってたんですよね。まあ、結局それ何が言いたいかっていうとですね、うさぎの能力を持ったやつが亀の心で走ったら一番それがすごいじゃないかと。だから亀じゃ遅すぎるし、うさぎだとやっぱねサボっちゃうと。で僕どっちかっていうとタイプで言うとね、うさぎのタイプなんですよね、おそらく。うん、あのこうハートがですよ、能力がじゃなくてハートがねうさぎタイプなんですよ。だからうさぎの能力に憧れてるし、亀の心にも憧れてるってね、どっちもないみたいな。だからもうどっちも欲しいっていうね、ただの欲張りですけど、でもね意識してるとね、結局ねそいつはねうさぎの能力を手にするんじゃないかと僕思うんですよ。自分がうさぎだと思い込んでですね、うさぎならばこうやるだろうっていうね、うさぎの自分ならこういうふうに立ち回るはずだっていうのをねやりながら、自制心として亀の心を持って日々ね努めるみたいなことをねやっていくとねいいのかなと。それが僕にとってのこう 1.01 倍の努力量になればいいなとね
思っております。ただやっぱ実際にはこうね、モチベーションが下がってやる気スイッチオフになっててとかって言ってるってことは、やっぱりね、うさぎなんですよね。サボってるんですよ、うさぎなんですよ。だからもう一回こう気を引き締めてですね、亀の心を持続するためにはやっぱ出力量をもうちょっと下げて、あんまりいっぺんに頑張らないっていうね、5割ぐらい意識的に3割4割のつもりでやって、焦りとか不安が生じて5割ぐらいで帳尻合わせるみたいなね、ことをこうやっていけたらいいなとこう思っております。今もうね、僕の中ではね、妄想が爆発してて、まあ、その小学生の時のことを思い出すことが多いんですけど、それなんで小学生のことをね、よく思い出すかっていうと、僕困った時には小4理論っていうのをね、小4の自分ならどう考えるかなっていうのを考えるようにしてて、で小5になるとオナニーを覚えてるんですよね。だからちょっと下半身で考え始めてるんですよ、下心というか、なんかね、快楽を覚え始めてる年だから、もっとピュアな自分ってなると小4ぐらいまでだったなと。ってなると、小4の自分ならこの場合どう立ち回るかなっていうのをね、考えると、やっぱ小学生の時の自分はどう考えてたかなっていうのをね、思い出すんですよね。で、僕が小学生ならこうするだろうな、よし、じゃあその時の自分を信じてやってみようみたいなね、ことですわ。だ、成長なんかしてないんですよ、基本的に。なんか大人になって考えてることってあんまり、なんか大したこと考えてないというかね、道を塞ぐのには向いてるんですけど、自分の可能性をちょっとこう絞り込むのには向いてるんですけど、やっぱね、可能性を爆発させるっていう意味では、あんま大人になってから考えてることって大して役に立たないなっていうのをね、まあ、いつも思ってて まあ、なので困った時には小4の自分ならどうするかっていうのをね、考えて、で、まあその小学生の時のことを思い出したりするんですけど 僕ね、小学校の時にパイロットになりたかったんですよ。それもね、ずっと別にそう憧れてそう思ってたわけじゃなくて、なんか一時期一瞬そう思ってたって感じですけどね。あ、空飛びてえなみたいな、まあその単純なことですよ。なんか飛行機乗って空から見たらどんな風に見えるのかな、気持ちよさそうだなみたいなことを考えて、パイロットになりたいなって言って、で結局努力しないんでパイロットにはなれないわけですけど、慣れてないわけですけど、まあ、そういうのをね、こじらしてると、やっぱドローン飛ばしたりとか、やっぱ空への憧れみたいなのは未だに強くて、で紅の豚好きでね、あのハレンチなね、あの真っ赤なこう水上ってあんなのかっこいいなとかね、思うと、今の水上ってどんなのがあるんだろうなっていうね。アイコンって読むのかな、まあなんかそういう海外のメーカーさんで2人乗りの飛行機作ってるメーカーがあるんですけど、そこのアカウント見たりとかね。でそんなの YouTube とかで見てると、やっぱね、こう自分の、あなたにおすすめでってとかって出てくるね、自由人賢治さんだっけな、なんか岡山在住でセスナとかね、ヘリとか飛ばしてる、まあ、こう飛行機好きの人がこう YouTuber というかね、そういうの YouTube で配信してる人がいてですね、その人の動画なんか出てきて、あ、やっぱ僕飛行機乗りたいなと改めて思うんですよね。なんか滑走路とかね、こう管制塔とやり取りしながら進入していきたいなとか、じゃあ今の自分がこう飛行機乗り回せるかっつったら、そんなこと到底できないし、それを趣味でやるとか遊びでやるってなると、やっぱさっき言ったように、僕はあんまり遊ぶことだけで考えるとあんま興味がないので、多分モチベーションがそこ湧かないんですよ。で、どうやったらその飛行機を乗ることそのものが仕事になったりとか、それによってこう誰かにこう還元できるものがあるのかなって考えると、なんか今の僕ならもうちょっとなんかこうね、うまくつながっていけば飛行機に乗ることが仕事になるんじゃないかなって。そのパイロット人を運ぶための仕事ではなくて、そういうそのサービスという意味ではなくて、飛行機を乗るということに何か価値がつく、付加価値のつくことを僕はやれるんじゃないかなっていう、ちょっとその可能性があるなっていうのを感じてるんですよね。で、まあ同様に、まあヨットなんかもそうなんですけど、なんか遊ぶためだけに買ったんだとしたら全くいらないです、そんな贅沢品は。で、もう僕そこの辺の贅沢にはあんま興味が基本的にはないので、いらないんですけど、まあ、そうヨットにせよ、飛行機にせよ、
あとはね、僕はテスラのそのモデル3っていうのをね、もう必ず購入するとこう決意はしているんですが、決意だけがあってお金がない状態で、で実態がないんですよね。もっと言うと家のちょっとリフォームなんかもね考えてて、今住んでる家ずいぶん古いですよね。僕の実家だったところ今借りて住んでて、で2世帯住宅で1階部分にこう僕ら家族はいるんですけど、まあ、2階なんかも全く誰も何も使ってなくて、もうただただガランと、今ようやくガランとし始めたってね、もともとはなんかゴミ捨て山みたいになってて、いらないものがどんどん増えてね、ゴミの山みたいになっちゃってたんで、いやでもね、ゴミの山って言いながらね、その本当のゴミじゃなくて、あ、言ったら子供たちのこう小さい頃のなんか保育園で作ったものとかね、ああいうのがいっぱい、そのままなってたんですよ。ああいうの捨てられないじゃないですか。僕、子供からもらった手紙全部持ってますからね、いまだに。なんならスナップっていうね、スキャナーとかで手紙を全部スキャンして、で、フォルダ作ってクラウド上に保存して、で、現物もフォルダに分けて、で、全部僕保管してるんですけど、まあ、正直見ることないんですけどね。サンタさんへの手紙とかもね、毎年分持ってますけど、まあ、あんまり見返すことないわけですけどね。役に立つのかつったら立たないけど、な子供が書いてるものとかをね、捨てらんないんですよね。で、まあ、そういうのをね、2階にこうどん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 嫁さんと、嫁さんもやっぱなかなかそういうの捨てられないタイプで、で2人でね、その子供のものとか、まあ、自分たちのね、使わなくなったものとか、あんまり着てない服とかね、そういうのも全部2階に持って上がってたんですけど、やっぱね、もうその使わないもんだから、たまる一方で、でもこれはゴミだな、だから処分しようって話になってね。処分してったんですよ。こんまりって知ってますか？あんまあの人のあの感じ好きじゃないんですけど、こんまりね、まあ、こんまりわかんない人は、まあ、ググって調べてみてください。あとね、ネットフリックスなんかにもね、こんまりの、こう、番組というか、こうね、そういう作品ありますから、こんまりさんって言ってね、調べたら出てきますよ。ね、なんかね、すごい最近、すごいこう資金を調達したとかってね、話題になってて、こんまりさんって日本人の方で、今、アメリカに住んでて、もう片付けとかね、掃除のスペシャリストみたいな感じの人なんですけど、もう手をかざしたりとかね、物に触れてね、ときめくかどうかで、この物の良し悪しとか、いる、いらない判断しましょうみたいなことをね、やってる方がいるんですけど、まあ、正直ね、いや、ちょっとそのスピリチュアルなところは、ちょっとまだね、よく分かってないんですけど、もうちょっとなんか冷徹に、こうなんかこう、これは本当にいるのかいらないのかっていうのをね、今後これを役に立つか立たないかだけでまあ判断してどんどん捨ててっちゃったんですけど、それで2回ガランとして、まあ、ちょっとリフォームの話全然してないんで、元戻りますけど、今日よくね、喋りますね。この時間、ちょっとね、こういい感じにね、頭がスパックしてますね。で、まあその2階部分に自分たちの居住区域を移して、1階部分をね、全部こうガレージと、あとそのサンプルの工場を作りたいなと思ってて、そのでっかい工場じゃないんですけど、ミシンを何台か置いたりとかね、あとはまあそのプリントの機械とか、その購入してですね、まあ、工場にしていきたいと。で、まあ人を雇ってまでね、そこで縫ったりするかっていうのは、まだちょっと今のところは何も未知数というか未定なんですけど、まあ少し作業ができるような形をとってですね、まあ、パートさんとかでね、縫えるものを縫っていってもいいかなとかね、思ってたりするんですけど、もうそのやりたいこととかね、やった方がいいなということが、もう山ほど、まあ、現段階であって、で、僕ももうね、30今年9になるのかな？ 38 かな？ちょっと、僕は1980年生まれなんで39になるんですね。ね、2019年だから。いや、もう40ですよ。でも、15年。まあ、あとね、ある程度こうね、その努力を継続できるって考えても、10年とか15年ぐらいかなと。で、10年ぐらい先になってくると、親の介護もちょっとね、見えてくるわけじゃないですか。15年後は確実に何かしら生きてりゃ介護してるし、子供たちはもう大学行ったりとかね、バンバン時間と金をこうね、他に移さなきゃいけない時期に差し掛かって、じゃあ本当に自分にやりたいこととかって、じゃあ一体いつできるのかなって考えると、自分の両親見ててもやりたいことが全部できてるとは思えないわけですよ。それなりにね、こう豊かな生活をしてるうちの両親ですけど、まあ、そうは言っても、なんかうちの親父とかもスポーツカー本当は好きなはずで、まあね、乗りたい車もっともっとね、いろいろあるでしょうけど、でもやっぱ2年や3年は車買い替えないわけですよね。
で、今なんかミニクーパーみたいなの乗ってますけど、本当はもっとゴリゴリのスポーツカー乗りたいんじゃないかなとかね、思ったりするし、母親はなんかね、母親は結構自由そうに見えるな。なんかよくわかんないですね。母親のこととかあんまり真剣にもっと考えてもいいけど、なんか母親どうなんだろうな。もっと旅行したいとかいろいろ考えてんのかな。まあなんかそれなりにこうね、病気というか、いろいろね、こう、重病を患ってみたりとか、手術してみたり、もう死ぬぞって言われてみたり、まだ生きてたり、いろいろなことが、うちの両親もありますけど、全部が全部ね、思い通りになってるわけじゃないし、で、うちの家庭というか、うちの両親も、まあ、相当大変だったと思うんですよね。僕、まあ、これあんまり放送で言うような話じゃないし、今まであんまり人にベラベラ喋ってないことではあるんですけど、僕、小学校入る直前にですね、大きな火傷を負いましてですね、弟と。自宅で大怪我をしたんですよね。で、左手のこう前面を火傷して、あとまあなんかお尻とかね、いろんなとこ火傷して、うちの弟も両足をもう本当にこう腰から下火傷してて、でまあね、そんだけ火傷するとね、死んじゃうんですよね、人って。あれなんか全身の表面積の何パーとか火傷すると死んじゃうじゃないですか。うちの弟も死にかけたし、で僕自身もその火傷で死にかけたというよりは、僕の場合は局所的にもう左手が完全にダメになってしまって、でその後の手術もうまくいかず、左手麻痺したことがあってですね、手動かなくなっちゃったんですよね。で手術がちょっとね、うまくいかないのもあって、その壊死が始まるから、まあ、切断をしようかなっていう話をしてた時に、まあ、うちの祖父なんかがそんなの認めるかっていうんでね、なんとかしろって言って、まあ、左手残せって言ってね、で、まあ、でも麻痺してるし、まあ、万が一壊死が始まったりでもしたら、もうそれは切断しかない、方法がないですよみたいなことで、まあ、決着して、で、まあ、僕なんその小学校入ってからしばらくはですね、まあ、左手全然動かない状態で過ごして、リハビリをそのし始めたのも、なんか、まあ、その指先がちょっとね、ちょっとかすかに動くようになったタイミングが、そこから何年かしてあってですね、手動くようになってきて、リハビリして、ずっとまあそのね、変な器具つけて生活して、からかわれたりして頭きてみたいなね、まあ、そういう小学生時代を過ごしてたんですけど、なんだかんだで、でもね、まあ、人間の体ってなんかね、なんとかなるもんで、今でもなんか若干の麻痺はあるんですけど、まあこうやって散髪やってるわけですよ。まあ、すごい縁だなと思います。握力とかがね、ほとんど僕左手はないんですけど、なんだかんだで散髪屋できてて、でそれっていうのもやっぱ子供だったというか、あんまり自分でこう深刻じゃなかったから、この仕事左手をそんなにすごい使うと思ってもなかったんですよね。だからすげえ舐めてかかってて、でそのぐらいがちょうどよかったりもするんですよね。なんか別にうまく握れない、ペーパーとか僕挟めないんですよ。ペーパー挟めないっつっても、こう聞いてる方、なんだろうな、この同じ同業者の方はね、ペーパー挟めないで通じると思うんですけど、パーマ巻いたりするときに紙みたいなやつをね、紙ややこしいな、ペーパーとヘアにこう絡めさせて、でまあちょっと水なんかでこう湿らして、こう圧着、こう吸着させて、そこにね、ロットっていう、こう筒状のものを巻きつけていくんですけど、まあ、そうやるときに、まあ、ペーパー挟めないんで、こう指先からね、スルスル抜けて落ちちゃうんですよ。まあ、ああいうのもだから、こうセオリー通りに負けって言われたら僕負けないんですけど、なんか自分なりにこう指の使い方みたいなのをね、自分のこう特性に合わせてカスタムして、で別に今僕パーマ全然負けるんで。で専門の時ね、困ったんですよね。こうタイムを測るだとか、こう巻き方はこうだとかね、こう言われるんですけど、やっぱそこら辺のね、細かい事情を言いたくないし、なかなかあの時はね、10代の時だったんで恥ずかしかったんですよね。あんまちょっと手がうまく動かない自分っていうのが恥ずかしくて、なかなかそういうの言い出せなかったんで、なんかね、言い訳しながらというか、なんかちょっと突っぱねながらですね、まあ僕は僕なんでみたいなことを言いながら、なんとかやってたんですけど、まあでも別に、そのワイディングなんとかなりましたしね。あと毛もね、やっぱりこうカットするときに左手でコームっていうくしとね、もうヘアをね、一緒にこう挟み込んで、でこうハサミ右手でハサミ握ってチュキチュキって切るんですけど、
僕もね、すげえ落とすんですよ。やっぱこう、掴みきれないんで、よく落とすんです。だから僕ね、4、5本ぐらい工具、いつもこうストックを用意してて、もうコロンコロン落としながらね、うちのお客様なんか、僕が工具落としてるシーンよく見ると思うんですけど、もうね、下に落っこちたやつはもう洗ってまた次使えばいいやぐらいの感じで、2、3本同じ人切ってないで落とすことがあるんですけど、まあね、こんな話はいいな。どうでもいいですけどね。何の話したんだっけな。まあ、なんとかなるよっていう話ですよ。リフォームからどうやったらここの話になっちゃったんだ。全然戻れないわ。まあいいや。まあ今週末はですね、まあその東京出張ということで、まだね、チケットを用意できてないんで、確定じゃないんですけど、寝台特急のサンライズ瀬戸ってやつに乗って、朝に着く便で初めてね、出張してみようかなと、かましてみようかなと。でなんかやっぱ朝ちょっと早い案件なんで、前入りしておきたいんですけど、東京行って前入りしてもやることがあんまないですよね。まあ、誰かと会って飯を食うとかやればいいんでしょうけど、まあ、ちょっと今回そんな気分じゃないんで、で前入りした方がいいけどしたくない。で、まあ、宿代も高い。でね、飛行機なんかはもうこんなタイミングになっちゃうとね、べらぼうな値段でしか取れないし、新幹線を4時間乗り続けるのもね、まあ、やっぱ結構ね、ストレスで、嫌だなと。で、まあ当然、こうね、移動はね、もうどうやったってしなきゃいけないことなんで、もうだったら、やっぱね、深夜バスもね、深夜バス1回だけ乗ったことあるんですけど、あれ地獄じゃないですか。乗ったことある人は分かると思いますけど、あれすごいっすよね。あれ乗ってらんないです、僕は。ただでさえ近くに人がいるのをね、こう、自分は、こうね、うまくね、処理しきれないんで、人が近くにいるっていうのが嫌なんですけど、バスなんてあれね、閉じ込められたまま何時間も過ごさなきゃいけないんで、まあ、バスはないなっていうことで、ああ、でも、寝台特急、1回だけうちの母親に連れられて、あれ、東京行った時だったと思うんですけど、1回だけ乗ったことがあって、まあ、記憶ほとんどないんですけど、夜の10時ぐらいに地元の駅を出発して、で朝の7時ぐらいに東京駅に着くんですけど、まあ、それね、こう、個室取ったとしても、新幹線で、まあ、僕は新幹線のチケット、まあいいや、まあなんかね、ちょっといい席取って、で、1泊することを考えると、その寝台特急でこう払うコストとあんま変わんなくて、なんならちょっと安いぐらいで、あ、これ今まで使ったことないけど、もしかして結構いいんじゃないかなと。なんかあとね、なんかその時に作業できるし、夜、まあ、なんか YouTube の動画でも1本撮れそうだしなとか、なんかいろいろ、あんまり普段みんな乗らないじゃないですか。寝台特急乗ってどっか行くってあんま僕の周りでも聞いたことないんで、やると面白いかなと思って、今回そんな感じでこう寝台特急で行ってみたいなと、行けたらいいなと思ってますけど、あれネットで予約できなくて、なんか窓口、緑の窓口まで来いみたいになってるんですよ。あ、めっちゃ不便ですよね。なんでネット予約作んないんですかね。もう今日本では唯一寝台特急はね、そのサンライズ瀬戸とサンライズ出雲かな、で岡山駅で合体して、で変形して、で、またなんかこうね、東京まで行くんですけど、まあ、それ唯一らしいんですよ。あ、北海道かなんかに、東北かな、なんかよくわかんないですけど、電車マニアじゃないんで、これよくわかんないですけど、なんか寝台特急はもう日本に残ってるのそれだけだとかっていうのをね、ちらっと動画で見て、ネット予約できないって書いてあったんで、厄介だなとは思ってるんですが、まあそんなこんなでですね、今週末は、まあ、そのバーバレラジャパンっていうね、イベントにこう参加して、ね、なんかこう審査員なんかをね、難しい言葉使おうとして、もう完全に分かんなくなってますけど、審査員をね、させてもらうんですけど、もうね、人の審査とかはね、あんまりいい気しないですよね。まあ、ただ、こう、やっぱね、
まあ、そうやって声かけていただいてやんなさいよって言っていただけるうちしかね体験できないので、まあ、ありがたくねありがたくやらせてもらいますし、もうやるからにはね真剣にこう審査をねしたいので、審査項目とかをねこれからこう自分なりに細分化してですね、どこをチェックしていこうみたいなのをねこう事前にちょっと自分なりに考えていこうかなと思ってます。で、まあ、採点してね、人に評価をつけるなんてことをね、やれるような立場にないし、僕ごときがですね、まあ、そんな人様のやってることにね、あだこうだ口出すのは、まあ、おこがましいなとも思うんですが、ただやっぱ僕じゃないと考えないだろう、こうね、ジャッジの基準というか、こう、まあいろんな方が、いろんな、あと何人かジャッジされる方がいるんですけど、すいません、なんかね、誰がやるんだっけなっつって、今ちょっと、思い出そうにも誰がやるかあんまり把握してなかったんですけど、まあそのジャッジやる人たちはみんなすごい人たちだと思いますよ。あ、でもそんな中でですね、その中村商店だとか中村広重だとか、なんかその僕じゃないと見てない部分とかね、きっとあるんじゃないかなと思うんです。僕ならではの視点みたいな、それをね、やっぱこう、採点の中に盛り込んでですね、こう、波乱を起こすというかね、何分の1なのか分かんないですけど、僕のね、こう、評点が、結果にこう、ね、いくらか反映されるわけですけど、なんか、額面通り見ると、この人だったかなとかっていうのをね、別にこう、ひっくり返したいわけじゃないんですけど、なんかこう、新しい視点をね、こう入れれたらいいなと思っております。まあ、勝手に入れちゃっていいかどうかもよくわかんないんですけど、まあ、そんなにこうね、項目、評点をつけるその項目自体は、割とこう抽象度が高いはずなんですよ。例えばなんだろうな、ビジュアル、こう見た目のね、その雰囲気で何点かつけてくださいとか、技術点をどれぐらいかつけてくださいとか、いろいろね、こう、細々と仕上がりでどうだとかね、まあそういうのが、きっとあるんですけど、そんな中でもですね、注目すべき、こう中村として注目すべき部分は何だっていうのをね、こう明確にしておいて、当日こうね、バシッとね、やっていきたいなと思います。あ、今日ちょっとね、ベラベラよく喋りました。このくらいの時間の方がいいのかな、なんか。まあ、ぐだぐだ喋ったというよりは、今日なんか集中して喋ったような気がするな。まあ、楽しいかどうかはよくわかんないですけど。まあ、なんかこう、どうすか、まあ、その、今日、ババアの皆様にって言ってね、もうなんか完全に散髪屋しか聞いてないぐらいの体で喋り始めてますけど、当然うちのお客様とか全く見ず知らずの方とかね、いろんな方が聞いてくださってるはずなんですが、ちょっとねバーバーの人たちにこうね聞いてみたいなと思うことがあって、ある程度こうムーブメントというかブームが起きてたわけですよ。小さいね、小さいブームが、世の中に小さいブームが起きてたんです、バーバーの。でね、そんなに盛り上がるわけでもなく、世間ではですよ、こう全体でこう、日本の全体でって考えると、そんなに盛り上がってないんですよね。それはね、なんとなくこう感じ取れるはずです。かつてこう1990年代の後半にですね、カリスマ美容師ブームっていうのがね、巻き起こってピークを最盛期を迎えてったんですけど、あの時の世の中のこう盛り上がり方とか跳ね方から考えると、このバーバーのブームなんて、ブームだって知らない人たちの方がもうはるかに多くて、カリスマなんとかなんとかみたいなね、そういう世間でメディアが賑わうみたいなこともないわけですよ。これなんでこうなると思いますかっていうね、ことを、それ良し悪しは関係なくですよ。その市場の中にそのニーズとして、こう世間の人たちからこう強烈にこう求められるっていうとこまではいかないわけですよ。これなぜかっていうのをね、考えてもらいたくて、それがね、この美容業界の弱さとほぼイコールだと僕は感じてるんですよ。もちろん良し悪しはあるんですよ。コアであることの大切さなんていうのは、こう僕じゃ計り知れないですけど、
すごい散髪屋ならコアであるべきですし、僕もそう思うけど、でもね、そのコアであるためにはですね、やっぱマスがないと、比較対象がないとね、コアじゃないんですよ。もうそんなのは存在してないのと変わんないしね。で、生活は豊かになんないです、散髪屋の。で、やっぱね、散髪屋っていうのはもうみんな製品みたいな状態ね、清い貧乏ね。なんかそういう状態をね、自分たちでも良しとしてんじゃないかと思って、僕それはね、嫌なんですよね。僕らのやってる仕事はね、もっと価値があるはずですし、自分たちでもその価値をね、もっともっと高めていった方がいいと思う。で、美容師さんたちはそれをね、切磋琢磨して伸ばしてった人たちかなと僕は思ってて、その中でもちろんこうマスゲームに巻き込まれて、こう価格競争とかね、ホットペッパービューティーとかああいうの使って、こうクーポン合戦とかね、ああいうのでね、どん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 こう自分たちの首を絞めてるようなとこもいっぱいありますけど、そういう色物なんて言ったらね、そういうのがあるからこそより際立って、こうトゲのあるお店店舗とかね、その美容師さんっていうのは生まれてってるし、でその精度も良くなってる。でもバーバーはね、波風が結局ね、立ってないんですよね、まだまだ。中にいる人たちはすごいなんかね、業界がこうね、ぐわっと動いてるぞっていう感覚をつかんで今やってるはずです。で、僕ももちろんそういうムーブメントがあるからこそ、僕の中村商店っていうのは成立してるんですよね。で、国内のみならずですね、それはもう海外ではもっと数年前からですね、巻き起こったし、そのムーブメントが起きてたし、でもっと先に行ってる、消化してね、次へ移ってるとこもあるんですけど、でやっぱね、こう、これじゃいかんなと僕は思ってるんですよね。やっぱね、巻き込めてないんですよ、全然、一般人を。一般市場を全然取り込めてないんです。取りこぼしてるんですよね。で、なぜそうなるかっていうとね、やっぱね、圧倒的にプロモーションの弱さとか、あとメディアへのこうね、タイアップのこう下手さ、あと人の足を引っ張る性質とかね、この辺がすごいわざわいしてるなと感じてて、なんか自分には関係ないかなって思ってる人たちも多いのかなっていうのを思うんですよね。業界、なんか美味しいとこは乗っかりたいけど、なんか面倒くさいことには巻き込まれたくないなとかね、そういうスタンスなのかなっていうのを感じます。まあでも、これは誰かを腐して言ってるわけじゃないんですけど、大衆的な考え方っていうのはそれで、そういうもんだと僕思うんですよ。ただね、こう散髪屋さんってそういうね、大衆化しちゃダメじゃないですか。だからさっきコアであるべきだっていうね、散髪屋コアであってほしいなっていう僕の願望とか、そういうふうになりたいと思ってる人たちが多いにもかかわらず、でもね、なんか蓋開けると結構大衆的なスタンスを取ってたりするんですよね。リスクを負わないとかね。まあ、それはね、寂しいし、なんだろうな、一回きりしかない人生なわけじゃないですか。まあ宗教観もあるから、こうね、そう言い切れないところもあるのかもしれないですけど、まあ、少なくとも僕はですね、まあもう二度と自分の人生歩むことはないだろうとは思ってこう生きてますし、40になったら40ですよ。20には戻らないし、10代にももちろん戻れないし、もうあと自棄したら死ぬわけですよ、皆さんも。あともう本当ね、2、30年ぐらいとかね、そんぐらいすると知り合いの人たちの半分ぐらいもしかしたらいないかもしれないなとかね、思ったりするんですよね。まあその同じ時代に生まれて、こうちょうどこう脂乗ったいい時期にですね、こう業界のこう方にちょっと注目が集まって、まあバーバーのムーブメントが起きようとしてた。もうその火種はですね、とっくの昔に起きてたんで、もう今度はその加熱させていくところにね、もっと熱狂させる、その一般市場をもっと熱狂させていかなきゃいけないこの時期においてですね、なんかまあ僕は僕なんで知らんぷりみたいなね、なんかちょっとハスに構えちゃってかっこつけてる人があまりにもね、まあ、多いから寂しいなって感じますね。
なんかもっと熱狂させたいですよね。自分が熱狂した方がいいとかっていう話じゃなくて、そこはね、こう至って冷静でいいと思うんですけど、俺は俺なんでっていう冷静さはいるんですけど、でもね、こう世間をもっとね、熱狂させて盛り上げて、散髪屋がね、こう日本元気にするじゃないですけど、極端に言うとですけどね、世の男性をですね、こうもっともっとね、盛り立ててですね、かっこいいヘアスタイル作って、もっとこう、生き生きとした男性を世の中にたくさん生み出して、それで日本元気になればいいなとかね、なんか、そういう大きい話でもないからな、そこにモチベーションをかける意味があるのかないのかよくわかんないですけど、まあ、単純にね、いい仕事をしてるんだから、もっとね、そのいい仕事してることを何に生かしたらいいかをね、みんなそれぞれ考えた方がいいなと。ね、あ、そうだ、今日、まあ、そのひろしさんのところで、ワンダーさんでね、こうライブ配信してる中で、水谷シザーズの、水谷社長がですね、そのライブ配信ちょっとね、覗いてくれてた時間があったんですよ。で、もうここぞとばかりに僕はですね、その社長が執筆されてる本の紹介をさせてもらったんですけど、まあ、人はなぜ髪を切るのかとかっていうね、正式なタイトルはですね、髪の毛を切るって何だろうっていう、正式なタイトルはそういう書籍なんですけど、これ Amazon で販売してるらしいので、ぜひチェックしてみてください。で、まあ、このリンクも今日はね、その書籍だけはリンク貼っときます。なので、リンクの方もチェックしていただくと、Amazon ジャンプできるようにしときますけど、まさにね、これなんですよね。人が髪を切ってる理由って何なのかっていうのをね、もっとね、個別にいろいろ考えた方がいいです。で、僕のやってる散髪屋っていうのは、そこにフォーカスして、髪を切るのは当たり前で、まあ、僕はそういう職業だから、で、なぜ人は、うちの顧客は髪を切りたいのかっていうのを考えたときに、どういう顧客を僕は切りたいかとくっつけたんですよね。そうするとですね、髪の毛を定期的にきちっと整えるべき、そういう生活を送っている人。もうその気が向いたら切るとか、伸びたから切るっていうんじゃなくて、今日も明日も重要な人に会う可能性があって、そういう人たちといつも引け目なく接するためには、いつも自分の髪だけじゃなくて、自分の装いをきちっと清潔に保ちながら生活しなきゃいけない人たちだけを僕は自分の顧客にしようというふうに考えてて、だから4週以上伸ばす人っていうのはうちの店には向いてませんっていうことでお断りして、会員制にして限定的にお客様をですね、こちらでこう選別させてもらいながら、こう散髪屋を今やってるんですけど、まあ、これって結局なぜ人は髪を切るかって、この人の部分をなぜうちの顧客は髪を切りたいと思っているのかにフォーカスして、じゃあどう切るべきなのかっていうのを僕がプロデュースしてるっていうね。僕はそのマネージャーなんですよね、皆さんの。僕のお客様の、僕はマネージャーなんですよ。ヘアマネージャーですよね。ヘアスタイルをいつも僕が管理してきれいにすることで、お客様の生活が豊かになる方向にこう手助けする、その外注ですよ、僕は。そのうちのお客様からすると、僕はね、外注業者なんですよね。自分でマネジメントしなきゃいけないというのを僕に委託することで、ヘアスタイルをいつも清潔に保ち、より自分らしくいるために、どんなヘアスタイルがいいかっていうのを僕が考えて、代わりに提案し提供してる。それが僕の髪を切る目的になり、お客様が髪切りに来られる目的にもなっているっていうのが、うちの散髪屋のこう一つのこう根幹というか、コアな部分のコンセプトになるんですけど、髪を切る理由とかをね、なんか短くしてかっこいい、おしゃれでしょみたいなことはね、僕はなんとなく浅はかだなっていうふうに感じたりして、だからブームそのものにはね、若干興味がもともとないんですよね、実は。ただこの刈り上げフェードですよね、フェードとか刈り上げとかがこう注目されたことで、よりその定期的に切るっていうことに、短いスタイルなんでもうすぐ劣化しますから、より短いスパンでその髪が伸びたなって感じる前に僕は切らなきゃいけないっていうのを提案してるんですけど、いや、虫歯になってから歯医者に行ってるのってもう手遅れなわけじゃないですか。虫歯になっちゃってるから、じゃなくて歯磨きをしましょうっていう話ですよね。そういうことをやらなきゃいけない。僕はだから虫歯を治す歯医者さんではなくて、虫歯にさせない歯医者さんのように、髪の毛が劣化しない散髪屋としてのこう立ち位置を僕は確立したいと思ってて、で、今のシステムになってって、そこにいろんなテクノロジーとか、こう新しい知識とか考え方とかを当てはめて、よりこう先進的な
発想するリテラシーの高い、IT リテラシーが高いとかね、まあ、なんだろうな、その金融リテラシー高い人とかね、まあ、その、まあ、賢の人たちですね。賢い人たちを基本的には取り込みたいんです。だから僕自身も賢くならないとついていけないから、もっと本読まなきゃいけないなとか、勉強しようとか、ニュース日々チェックしなきゃなとかね、いろんなことに関心を持って、自分のものに取り込んでいかなきゃいけない、自分のものにしなきゃいけないなとかっていうのをね、感じてるんですよ。で、まあ、同じようなスタンスの人たちが多分顧客になっていってて、そういう人たちとは波長が合う。そうじゃない大衆的な人たちとは僕はもう相まみれる気もないし、そういう人たちと接したくもない。祭りに来て花火見上げてバカ騒ぎしてるようなやつらとはね、僕仲良くはなれないんですよね。あ、嫌いなんですよ、単純に言うと。バカだから。でもそれが僕のこうね、スタンスなわけで。で、バカにはバカの受け皿があった方がいいと思うしね。それが良し悪しです。僕からすると嫌なやつらですけど、誰かにとってはね、すごく貴重な人材だったりもするんで、それってね、僕と僕じゃないかだけの違いで、一概に彼らをね、全否定していたいわけじゃないです。僕は寄せ付けたくないっていうだけで。だからその散髪屋のあり方っていうのは、やっぱその髪をなぜ切ってるのか、人はなぜ髪を切りたいと思うのかとかね、そういうところにもっともっとね、注目して、やっぱ僕らプロですから、髪を切るプロですから、髪を切る人が髪を切らなきゃいけない理由を知ってなきゃいけないと思うし、で、自分のお客様がなぜ髪を切りたいかとかね、どうしていきたいか、どう生きたいかとかね、どう表現したいかとかっていうのをもっと僕はね、深く知っていかなきゃいけないと思ってますよね。それがやっぱ僕ら散髪がプロであるべき姿だと思うし、そこに価値があるからこそ、こうね、安い手仕事というか、なんだろうな、こう作業賃だけをもらって安い単価で仕事をするということからの脱却って、やっぱね、そこの価値を見出すしか僕はないと思うんですよ。人としての価値、なんだろうな、なんかその、まあ、会社でもいいですし、個人でもいいんですけど、世の中の人たちに重要なやつだなと思われないといけない、思っていただけるようなことをやっぱ仕事としてやっていかなきゃいけないと僕は思うので、そのね、付加価値とかっていう言葉ってなんかちょっと変ですよね。付加価値じゃなくてコアな価値というか、源泉というか、なんかね、髪を切ってのなんか所詮こうね、なんか実態があるけど、所詮そこにあるのは何だろうな、ただの作業じゃないですか、髪を切ってるだけなんで。うまく切ってるかどうかの判断基準なんかっていうのも正解なんか本当はないわけですよね。どんなヘアスタイルがかっこいいとか、なのね、ぐたぐたこう他人が決めることじゃないんですよね、本当は。ただまあ、人間一人で生きてるわけじゃないんで、相対的なもんなんで、その相対的なことで考えると、やっぱりこうヘアスタイルの正解とかっていうのはデザインの正解とかがあるのと同じように、まあ多分出てくるんでしょうけど。でも突き詰めて考えると、それをね、パンクさせていくこととかも一つのこう、なんかね、こうデザインだと思うし、なんかこうゲシュタルト崩壊してきたな。何が言いたいんだ。まあ結局だ、散髪屋の価値というか、自分の価値っていうのは、自分がもっともっとね、突き詰めて考えて追求していかないと生まれてこないんじゃないかなと、思うので、ムーブメントとかをどう使うかとかね、うまくこれをね、もう乗せていくというか、波に乗っていく感じ、否定するばかりじゃなくてね、人の足を引っ張ってばかりじゃなくて、なんかもっと相乗効果が生まれるような、こうより良い世界はどうやったらできるんだろうみたいなことをね、個々が考えて発想していかないといけないのかなと思いますよね。だから技術ばっかり磨いてないでっていうのは、まあそういうところもあるんですよ。だから別に技術を僕全否定してるわけでもないし、腕前はね、あるに越したことないし、僕なんかも別に誰かより下手だなと思うことはあるけど、世間一般からしたら僕は十分うまい散髪屋の一人だと自覚してますけど、それって別に技術にすごいのめり込んでるからそうなったわけじゃなくて、むしろ人はなぜか髪を切るんだろうっていうのを追求した結果ですね、最低のレベルはこれ以上ないと成立しないっていうところに自分がこうポジションを取ってるからこそだと思うんですよ。なんかね、こう聞いてる中に、お前なんか大したことねえわと思う人もいるかもしれないですけど、別にそれはそれでいいんですよ。ね。
いやー、よう喋ったなー。まあ、結局ね、もう今日もね、お察しの通り、オチはないんです。オチはないんですけどね、もうかれこれ1時間喋りました、今日。長かったっすね。で、あんまり寝る前に聞けるような内容じゃなかったんで、まあ、これなんだろうな。こう、ガガッとモチベーションをね、入れたいとき、スイッチ入れたいときにでもね、聞いていただいて、なんかこう、しょうもないやつですけど、いつも聞いてくださってありがとうございます。というわけで、まあ今日の放送は以上にしましょう。はい、じゃあ、そろそろ帰って飯食います。また次週お会いしましょう。次週やるかな？また次回お会いしましょう。保険かけときます。ありがとうございました。さよなら。